テオドール・オーギュスタン・ホルカードは、フランスのカトリック教会の宣教師である。日本首都座大陸の初代大陸長、エクスアンプロバンス大司教を務めた。18世紀の著名な宮廷音楽家で、学士院会員だったフランソワ・ジルーと、マリー・フランソワーズド・ボーモン・ダ・バントワの孫として、ベルサイユで生まれた。神学校を卒業後に宣教師となり、1842年に、 東アジアへの選挙を始めた。八百四十三年に、パリ外国選挙会会計部助手として中国を訪問、その後1 8 4四年マカオの同選挙会、極東地区会計部長、リボア神父の命令により、中国生まれの新学生アウグスチノダカを通訳として中に渡った。なお、イクオの許可を受けて、琉球王国や日本でも選挙活動を始めようとし、 沖縄に2年間滞在したが目的を果たせず、1846年5月、グレゴリオ16世により日本を呼び、琉球の教皇代理に任命され、同年セシル帝国の帰還クレオパトル号に乗り、長崎に入った。長崎港に停泊すること3日、鎖国により上陸できず、朝鮮、マニラ、マカオを経て、香港へ赴き、1847年2月21日、 日本の教皇代理として司教に除海された。その後、フランスに帰り数日休養。さらにローマに赴き、不協商商の東西貿易の中心地である香港に泊まり、日本入国の機会を待つがいいとの判断に従い、臨時に香港教区長に就任。ムニクル神父とシャルトルの聖パウロ修道除海会員を数名連れて1848年9月に到着した。 香港では、不況の傍ら日本語を学習して、日本渡航の機会を待ったが、病気にかかり、マニラ、アモイ、人法の修道院を転々として療養し、1851年の暮には、上海で開催された司教会議に出席。療養のため帰国することとなり、後をリボア神父に託し、1852年1月香港を出港した。 1846年から1852年まで日本首都座大陸の名目上の大司教を務めたことになる。ローマの不協商省に立ち寄り、司教会議決議録を届けた後、故郷で1か年ほど療養。帰国後はフランスのグアドループに移り、1853年から1860年まで大司教を務めた。次にヌベール教区、エキス教区に転任した。 エキス在任中の1875年には、オズーフ神父を日本北伊大牧として死去に除外した。また、ベルナデッタスビルーの愛徳女子修道会の入会を、圧戦。エクサンプロバンスで死去した。ありがとうございます。